どうも、皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、マリオットボンボイホテルに関するちょっと細かい話ということで、今回ね、動画やっていきたいなと思います。ということで今回ですね、ちょっと細かい話ということで、マリオットボンボイホテルにね、関するニュースっていろいろあるんですけども、まあ一つの動画にするまでもないなっていう話がね、結構ありまして、今回ですね、こちらをまとめてね、紹介していきたいななんていうふうに思いますので、まあ知っていて損はないかななんていうふうに思うんですけども、気になる方はですね、ぜひね、最後までお付き合いいただければなと思います。それではまずマリオットボンボイのねアンバサダーステータスについてなんですけども、ちょっと前にねこちら発表がありまして、まあ、動画のねコミュニティ欄ではね一応発信させていただいたんですけども、マリオットボンボイにはね一番上にアンバサダーステータスっていうのがありますよね。まあ一応ねそれ以上の上のコバルトステータスみたいなのもね一応あるらしいんですけども、一応公開されているね一般的なのはアンバサダーステータスっていう風になっておりまして、2022年、今まではですねこのアンバサダーステータスになるにはですね、要件としては年間宿泊実績マリオットボンボイ100泊ね利用していただく、またねマリオットボンボイホテルの利用額が2万ドルのね利用が、まあ、必要っていう風になってたわけなんですけども、こちらね改定が入りまして、2023年のアンバサダーステータスの獲得条件は宿泊実績はね100泊で変わらないわけなんですけども、利用額はですね今まで2万ドルだったんですけども2万3000ドルに上がるということで 15% ね増量っていった形になるんですよね。いやこれはねかなりびっくりですね。まあ私からするとですね、マリオットボンボイホテルに2万ドル利用するっていうのもですねかなりびっくりなんですけども、2023年に関してはですね、2万3000ドルということで、今のドル円のレートがね138円ということで、まあ少しね円安落ち着いてきた、まあこれでもまた安いなっていうふうには思うんですけども、今のねドル円のレートで計算すると319万と594円って言った形になるんですよね。いやめちゃくちゃ高いですよね。まあだいたい320万ぐらいねマリオットボンボイにね利用しなきゃいけないということで、まあただでさえですねこのアンバサダーの要件のこの 2万ドル、今まで2万ドルで来年から2万3000ドルになるわけなんですけども、これって税金とかね手数料とかリゾート料金とかあるじゃないですか。そういったものはね全部除外されてカウントされますんで、まあ実質的にはねこれよりさらに高くなっていくっていう風になるわけなんですけども、まさかね2023年はハードルが2万3000ドルになるということで、いやーこれすごいですね。まあアメリカはね物価がかなりねインフレっていうんですか、はい上昇しておりますので、まあ来年は2万3000ドルですけども、その先はさらに上がるかもしれないですよね。まあちょっとここはわからない部分ではありますけども、2023年のねアンバサダーの要件は100泊のね宿泊実績と2万3000ドルの利用がね必要になるっていった形になるんですよね。でまたですね、マリオットアンバサダーステータスにはですね、コンシェルジュがねつくみたいなんですけども、これがね再び帰ってくるそうですね。まあブログの記事とかではね再び帰ってくるみたいな感じなんで、ちょっと私ねアンバサダーの特典ってちょっと次元が違いすぎてねそこまで追っかけてないんですけども、今は休止されてたんですかね、ちょっとよくわかんないですけども、まあ2023年はですねこちらね戻ってくるっていう風になりますんで、まあアンバサダーステータス持ってる方はねはいコンシェルジュがつくということでかなりね利用しやすそうですよね。まあこういった形にねなります。それでは次にですね、マリオットボンボイホテルにはですね民泊のようなねサービスがありまして、ホーム&ビラバイマリオットっていうねサービスがあるんですよね。まあちょっと前にね宿泊実績2倍キャンペーンとかもやっておりまして、まあ紹介したことはあるんですけども、こちらでね現在キャンペーンがやっております。でこちらね3泊以上ね利用していただくと1万ポイントがねもらえるっていうねキャンペーンがねやっているんですよね。でこちらねやっているんですけども、めちゃくちゃおすすめかっていうと、まあこのホーム&ビラっていうのは民泊みたいなサービスで、まあホテルに比べるとね非常にお手頃な部分もあるんですけども、ちょっと私がね日本国内で調べた感じだとそこまでねお得にはなり得ないっていった形になりますんで、利用先でもし選択肢としてねこのホーム&ビラの対象ホテル、まあ
民泊なんでね、普通の、一般のお家だと思うんですけども、まあ、これでね、利用するのがあればですね、まあ、利用していただくのもね、一つの手かな、なんていうふうに思うんですけども、一応ね、めちゃくちゃ安いとかね、めちゃくちゃおすすめっていうよりかは、まあ、知っていたらね、まあ、損はないかなっていう感じですね。で、キャンペーンの詳細なんですけども、マリオットボンボイホーム&ビラに、3泊以上ね、滞在していただくと1万ポイントがね、もらえるキャンペーンっていう風になっておりまして、予約期間は2022年の11月の29日12時59分までっていう風になっておりまして、こちら日本時間になります。で、宿泊期間が2023年の1月の31日までっていう風になります。こちらね、エントリー不要っていう風になっておりまして、このマリオットボンボイのね、ホーム&ビラっていうのは、予約画面行くとね、マリオットボンボイのアカウントでね、ログインできるようになっておりますので、まあ、それで利用していただいて、で3泊以上ね利用していただくとマリオットボンボイポイントがね1万ポイントもらえるっていった形になります。でこのポイント付与はですね滞在完了後3週間から6週間まあ21日から42日っていうね規約になっておりますんでまあ最大1ヶ月半ぐらいねかかる場合もありますので、まあこの点はね、覚えておいていただければなと思います。日本国内にもですね、対象ホテルね、たくさんあるんですけども、一番安いホテルはね、広島っていう風になっておりまして、これでね、一番安いホテルで3泊ね、検索すると、だいたい130ドルぐらいになっちゃうんですよね。清掃料金とかもね、一緒に入っておりまして、これ130ドルね、今の日本円で計算すると、だいたい1万8000ぐらいしてしまいますので、めちゃめちゃ、これで1万ポイントはね、もらえるんですけども、めちゃくちゃお得っていうよりかはまあ先ほども言いました通りね利用する先にこのホーム&ビラの対象ホテルがあって、まあ、3泊以上利用できそうだったらね利用してみるのもねいいんじゃないかななんていうふうに思うんですけどもまあこういった形にねなります。それでは次にこのアメックスのクレジットカードなんですけども皆さんねマリオットアメックスだったりヒルトアメックスね持ってると思うんですけどもこのアメックスのクレジットカードってアプリで設定しないと利用した時の通知って来ないんですよね。で、この通知の機能自体をですね、結構知らない方がね、いらっしゃるみたいなんで、今回ね、このアプリのね、通知の設定の仕方ね、解説していきたいなと思うんですけども、これ設定していただくと、アメックスのクレジットカードを使った瞬間に、スマホにね、通知が来るようになりますんで、これね、結構便利で、私は結構前、まあサービス開始されたぐらいからね、使ってるんですけども、結構知らない方ね、いらっしゃるみたいなんで、設定方法をね、皆さんにお教えいたしますので、ぜひね、アメックスのクレジットカード保有されている方はですね設定してみてください。もう利用されたらね使った瞬間にスマホにねプッシュ通知来てまあ不正利用とかもねすぐ分かりますし結構便利だなっていう風に思いますのでぜひね設定してみてください。ちょっとねここら辺にスマートフォンのね画面出しておきますけどもアメックスのねアプリログインしていただいてこの画面になりますよね。で右下のメニューっていうのがありますんでメニューを押していただいて下の方にね行っていただくとプッシュ通知っていうのがねあると思いますのでこちらね押してください。そうすると対象のねクレジットカードがね出てくると思うんですけども下の方にですねカード決済時のお知らせっていうのがねあると思いますのでこちらをねオンにしてください。私の方はねもうオンになってるんですけどもまあこれねいろいろオンにするとねプッシュ通知でね教えてくれるようになりますんでまあ私は基本的にカード決済時のねお知らせとアメックスオファーのねご利用期限のお知らせだけねプッシュ通知オンにしてるんですけどもまあここら辺はねお好みになるわけなんですけどもこのカード決済時のお知らせはね本当に使った瞬間にねお知らせ来ますんで結構便利ですのでぜひね設定されてない方はですね設定してみてください。それでは次に先日ねこちらの動画でこの B43 カードね、紹介させていただきました。私の券面はちょっと古い券面で私も新しいカードね発行させていただいたわけなんですけどもアメックスからのチャージでねポイントがどうなるのか、まあ、満額になるのか、ポイントが半減になるのか、それとももうポイントはもらえないのかということで、ちょっとどうなるかね、すぐやってみて、本日ね、明細が上がってまいりました。なんとね、ポイント満額でつきます。いやー、これはね、びっくりです。正直ね、キャッシュだったかな、速攻、ポイント半減される、利用先にね、掲載がされて、ポイント半額になってしまったんですけども、この B43 に関しては、まあこちらね、現時点の情報で、まあいつまでね、このままになっていくかわからないんですけども、今現時点ではですね、アメックスからチャージしていただいてもですね、ポイント満額でもらえるっていう風になりますんで、特にね、
今 ANA アメックスゴールドとヒルトンアメックスクレジットカード両方今新規入会キャンペーンね強化されておりますよね。これね発行されている方はですね B43 カードにですねチャージしていただくのもね利用額も乗りますしポイントも満額もらえるっていう風になりますんで B43 カードにねチャージしていただくのもねかなりいいのではないのかなと思います。ということで今回ですねマリオットボンボンホテルのちょっと細かい話ということでいろいろねまとめて紹介させていただいたんですけども、いやーこのね B43 カードをチャージしてポイント満額つくんですね。いやこれねいつまで続きますかね。正直ね絶対ポイント満額もらえないと思ってたんですよね。はい、ちょっとどれぐらい持つんだろうな。前の指輪型の決済端末はあれもポイント満額もらえたんですよ。あのエブリングっていうね。あれも今ちょっとどうかわかんないんですよね。あっちもまたちょっとやってみましょうかね。もしあれでエブリングができたら、エブリングはもうほんと1年以上ね、ポイント満額で継続されてるみたいな。まあ、そんな感じになりますんで、この B43 カードね、もし対策されなければ、かなりね、いいカードになりそうですよね。今回ね、結構びっくりしたんですけども、ポイント満額なんで、ぜひね、この B43 カードね、発行検討してみていただければなと思います。ということで今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。